ゲームポケコンとは、エポック社が1985年に発売した、携帯型ゲーム機。カセットビジョンのハンディバンをコンセプトに開発された。定価12000円。日本の国産機としては、初のロムカセットを採用した携帯ゲーム機であり、それまでの電子ゲームとは一線を画していた。液晶画面は、モノクロに快調で、コンピューターとしての性能は、 カセットビジョンを若干超える程度。名称にポケコンとつくがポケットコンピュータとしての機能は有しておらずゲーム専用。カートリッジを刺さずに電源を入れるとパズルゲームやグラフィックツール機能が使用できた。先見の命はあったが当時の技術的な限界のために横幅が大きくならざるを得ずゲームボーイの約2.5倍の幅長は手軽に持ち運ぶには不便だった。 また、ソフトも自社のみからの供給だったため種類は思うように増えず、結果短期間で市場から姿を消している。カートリッジ交換式の携帯ゲーム機が本格的に普及するのは、任天堂が1989年に発売したゲームボーイからであり、世に出るのが早すぎた機種と言える。左には十字キーに相当する丸型8方向キー、中央に画面。 右に操作用ボタンという横型携帯ゲーム機としては一般的な配置を採用しているがボタンは4つもあり2ボタンが標準だった時代としては異例な多さだった従来の日本の携帯型ゲーム機はソフト内蔵式だったため持っていた液晶画面は極端な話そのゲームだけに適したものということがほとんどだったしかしゲームポケコンは多数のゲームで遊べる カセット交換式であることから、特定のゲームにだけ適した液晶を搭載することはできず、1台で様々なゲームに対応できるように、後のゲームボーイと同様なドットマトリックス液晶を採用した。ただしゲームボーイがモノクロ4会長なのに対し、本機は前日通りのモノクロ2階調である。画素数の少なさが示す通り画面は小さいが、 正面からの視認性は当時としては良かったが、斜めからは見えがたかった。ボリュームコントロールは存在せず、サウンドオン・オフスイッチのみである。通信対戦機能や拡張端子もなく、一人プレイ専用で、周辺機器等は専用 AC アダプター以外一切存在しない。ロムカセットを差し込むスロットは本体右側にある。この正面には透明な窓があり、ここに、 カセットのラベルが来る構造になっていたため、どのゲームを使用しているのか正面から確認できる仕様であった。しかしこの構造は、後の携帯ゲーム機には一切採用されることはなく、ゲームポケコンだけが持つ特徴であった。なお、ロムカセットの厚みは、かなりのもので、先端部は、ゲームポケコン本体と同じ厚みがあった。ゲームソフトは5本しか発売されなかった。ありがとうございます。